はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい、つうことで、今日はね、エレシキガルですね。はい、今を沸騰するエレシキガルですわ。ツイッターのトレンドにもがっちり入っておりまして、まあ、グラブルやってる人しか入ってこないトレンドのやつなんだけど、エレシキガルっていうトレンドが入ってきて、もう、それはもう注目の的ですよ。ってことで、まあ、割と俺はルミナスシリーズ初めての1本目がね、エレシキガル撮ったんですよ、俺は。で、まあ、使った感想とかをちょっと語っていきたいなというふうに思います。まあ正直取れるなら取っときたい武器だと思う現状はね。まあこれでじゃあ新キャラが来てエレシキガルが不要だよってなるシーンってあんまりないんですよ。まず言うと、腐りづらい。もう今取ってもいいね。まあ例えばアーカーシャ集会とかでも利用できるし、まあかなり使い道的にドゥルルルン、あると思います。はい。で、まあこのエレシキガルっていうのが、奥義効果で、自分以外の闇キャラに、発動ターン中再攻撃効果。で、自分が効果時間中必ずトリプルアタックっていうことで、まあメインとなるのはこの発動ターン中再攻撃効果っていうやつだね。うん。これで他のキャラクターに再攻撃を付与してぶん殴りまくるっていう感じになってるんですよ。でも奥義効果でしょって思うかもしんないんだけど、そこに関わってくるのがこのスキル。第一スキルが闇キャラの通常攻撃の余ダメアップ。奥義ゲージ上昇量が大幅ダウンします。まあ通常攻撃の余ダメが上がりますね。だから再行動した際の通常攻撃のパワーが上がるっていう感じ。で、第二スキルのディジーズデーモンは闇キャラの通常攻撃のダメ上限が上昇します。で、アビダリティダメージ上限がマイナス40%。 アビダメが下がるけどダメージ上限が上がるタイプだね。まあ、ただアビリティダメージ上限が結局 40% 下がったところで、まあ、例えば攻撃回数が多いアビリティダメージって基本的にダメージ総数余ダメージアップなんだよね。そう、アゴナイズのアビリティの余ダメアップとか、まあ、ダメ上限が下がっても基本的に問題ないし、 40% アビリティダメージが 40% 下がった後に、140% 積んだらアビダメ上限は最大値の100% になるんですよ。そう。だから上でぶち抜いてもいいっていうような感じだね。うん。まあ、そんな感じのアビリティ。で、第3スキルが、バトル開始時、奥義ゲージアップ 100%。ここだね。バトル開始時に奥義ゲージがアップします。で、2ターンの間、ターン終了時、奥義即時発動可能。ということで、まあ、奥義が強いし、最初からアビリティ何も打たずとも、奥義ゲージが 100% になるんだよね。この状況。何もしなくてもこの状況になる。から、攻撃ボタンを押すだけでも、まず最低限の火力保証がされます。はい。このようにね。うん。まあ相性がいいキャラについては後で話すけど、このキャラクターたちはかなり評価が高いです、現状。はい。で、奥義バースト。2ターン目も、もちろん、こちらの奥義ゲージが上がっております。はい。殴りましょう。このようにね、2ターンの間、奥義ゲージがギュン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 、ポン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 。ちなみに延長は不可なので、まあ強化効果延長とか思ってても、伸びたりはしないっていう感じだね。うん、例えばこのヨムスボルグ、強化効果を延長するっていう効果を持ってても、まあウェポンバーストが、あ、もうなくなってるか。ちょっとリセットするわ。はい。これで、ここの効果で延長負荷ってなってるからヨムスボルグを打っても、ゲージは増えません。残り2ターンのまんまっていうような感じだね。はい、ちょっと2ターン殴っていい？で、奥義ゲージ上昇量がマイナス 200% されます。奥義ゲージ上昇量がマイナス 200% されるんで、他のキャラクター見たら分かる通り奥義ゲージが一切増えてないですよね。まあほぼほぼ増えないと思った方がいいかも。うん、ほぼほぼ増えないと思った方がいい。で、まあ、奥義ゲージを上げる手段としては、多神人がメインになるかな。奥義ゲージに変換する。まあ、これは奥義ゲージが上昇しているわけじゃないので、まあ、こうやってね、バスーンってぶん殴ったりすることもできるんですけど、まあ、今の例えば特に補正をかけずに、4ターンの間奥義効果でぶん殴りましたっていう状況で 1.2 億。今のでね。今の適当な動きで 1.2 億出てるんですよ。まあ、多分2ターン3ターンで 1.3 億とかは余裕で出せるから、95ヘルは、まあ、ぶちしばくこともできるし、150もこれで想定できるかなっていう感じだね。200はわからん。前回の日和古戦場が200が7ターンとかだったかな。装備が完全に整った人。で、まあ、150が、まあ、でも153ターンとかだったよね。153ターン、4ターンとかだったから、まあ、エレシキガル組み込んで、
3ターン4ターンで芝くみたいな構成は多分結構メジャーになるかなーって感じはするかな。まあエレシュキガルはそんな感じの、強さを持ってるっていう話ですよ。再行動によってとんでもない攻撃回数を叩き出せるから、まあそれによってですねすごいパワーを得られるっていうタイプだね。はい。で、相性がいいキャラクターとしては、まあボーマンが今いっちゃん熱いって言われてるね。うん。ボーマンは、アビリティを使用できないんですよ。ただ、条件を満たすことで勝手に発動するんだよね。うん。で、必ずトリプルアタックをして、火ダメカウンターを持ってるんですけど、はい。TA をした後に、モアストライフってやつを自動で発動するのね。そう、通常攻撃後に闇防御ダウン累積と敵に3回闇ダメを与えるこのアビリティが自動発動して TA が確定するからすごい火力を稼げるっていうところで、まあ今、ボーマンがまず真っ先にすごい期待されてるね。まあアビリティ何もなしの状態で敵が特殊技を使用しない想定だったらシスよりも上回ってる感じになってる。ただまあシスは敵が特殊技使用後になんかアビリティ発動したりするんで、まあ、そのあたりでダメージを、なんか盛り返したり、トントンぐらいになるんじゃないかな、多分。ターンにもよるけど。まあ、一応ね、ボーマン、敵が特殊技使ったら、このメイヘムってやつを自動発動するんで、自分の HP を回復、敵対心をランダムな味方一人になすりつける。まあ、これがあるから、まあ、そこら辺考えると、うん。まあ、ボーマンもダメ出せるんだけど、まあ、シスの方が、アビダメは出るでしょうっていう感じ。二人目がシスだね。まあ、このキャラクターはもう、サポートアビリティでね、進路レベルに応じて攻撃アップとかもあるし、さっきも言ったんだけど、反撃ののろしがクソ強いんだよな。敵が特殊技を使用時、敵に闇属性6回ダメージ。これ、アビリティダメージ上限が落ちてても十分ダメージが出る。うん。これ、もう一回言うけど、アビダメが落ちてようが、問題ないんだよね。40% 落ちてるだけ。アビダメが。基礎の 40% 落ちてるだけ。で、しかも、ペイン&ストレインによって、余ダメージが10万、2本でね、余ダメージ10万伸びて、アゴナイズでアビリティの余ダメージが、10万、かける2の20万、アビリティダメージが、1回の攻撃につき30万伸びてるんですよ。うん。っていう風に考えたら、まあ別にそんな、アビダメが落ちてようが特に問題はないっすよにーっていうような感じかな。はい。まあ他には1ポチしてもいいのであれば、まあ結構やっぱ評価が高いのは、これは逃せないですね。フェディエル。うん。フェディエルはマジで評価が高いキャラクター。よいしょ。実際にやってみよう。フェディエルは通常攻撃時にニアビが発動するんだけど、まあアビリティダメージが落ちてようが、もうそんなのは全く気にしませんとばかりにニアビのダメが出る。ちょっと落ちる。そりゃね。そりゃ、ちょっと落ちるんだけど、うい。うい。はい。ほら、399万。落ちててもこれだよね。落ちてなくて、ガン盛りに盛りに盛り盛り盛り妖怪だったら、なんぼかな。ガン盛りに盛った場合は、700万ぐらいは出るかな。多分。まあでも400万。え、700万出ないかな。そんぐらい出た気がするんだけど。あ、やべ、HP 足りねえ。まあいいか。見なかったことにしよう。そういうこともある。でも今ので 1.3 億。アビリティ1ポチしたらね、多神人使って4ターン殴って 1.27 億。フェディエルが3アビ使ったら 1.33 億。まあデバフもかかってるから、単純な比較はできないけど、まあ火力が高いって話だな。ほら、フェディエル、すごいパワー出てる。1アビもあるし、1アビで耐久もできるし、古戦場だったら、まあ結構この構成は基本になったりしそうだね。バイキング、シス、ボーマン、フェディエル。で、まあ、シスかボーマン入れ替えて、まあ敵の特殊技に対応したりとかもいいし、うん。まあいろいろと対応手を考えていく。今 HP 足りなかったけど、HP が欲しい場合は、まあキリン弓を引っこ抜いて、うん、どうにかするとかかな。注意点として、注意点としましては、まあこの武器は通常攻撃のダメージ上限アップがついてるから、あれなんだよね。オメガ枠の通常上限がいらないんだよね。そう。だから、オメガ枠の通常上限とかついてるんだったら、これを引っぺがして、なんか別のアビダメ上限。とかだね。それこそそうだね。アビダメ上限とか、奥義上限。だから主人公がね、このエレシキガルって奥義ダメ極大。まあ火力があるタイプだから、まあここの奥義ダメを伸ばすために奥義ダメ上限とかを積んであげて、まあ通常ダメ上限以外にダメ上限を伸ばしてあげるような方がいいっていう感じかね。うん。
まあ何にせよ、まあ、エルシキガルは、週末武器でよくねっていう風に、やっぱ最初は言われてたんだけど、アビリティのポチ数がなくなるっていうところと、バイキングで持てるっていうところがやっぱ強いですね。そう。週末武器も同じような効果が持てるんですよ。この虚偽と詐術っていうやつを使ったら、奥義効果で最高度が付与されるから、似たような動きができるんだけど、まあ刀ジョブでしか持てないんだよね。そう、刀ジョブだから魔法戦士で持つのがメジャーになってた。多神人使って、フレアセイバー使ってっていう、まあポチっていく構成だったんだけど、まあそっちの構成使うとするなら200ヘルとかかな。200ヘルとかだったら魔法戦ワンチャンある。うん。でもまあ150まではこっち側になるんじゃないかな。うん。バイキングのこのノルデンハルってやつもすごい強くて、通常攻撃のダメ上限アップ、二刀流でなんか確定 TA プラス自分に持続性追加効果。うん。このノルデンハルの効果でパワー高くて、例えばだけど、奥義使った後、エルシキガルってさ、奥義使った後効果中必ずトリプルアタックっての持ってるじゃん。ノルデンハルを使ってると、じゃあ4ターン締めとかもしやすいんかな。よいしょ。まあ、これで効果切れたタイミング、まあ、これで延長しといたら、なんか、まあ、これで延長しといたら、おい。追撃が持つんだよな。この一闇の、余ダメージアップと追撃。で、奥義使用時に確定 TA っていうのがあるんだけど、これがついた状態で4ターン目も殴れるから、まあ、4ターン目とか延長、多神人とかで延長しなくても、まあ、主人公自体もパワーが出せる。みたいな動きができたりする。うん。やっぱノルデンハルのパワーが結構高いと思ってて、うん。まあ、ここら辺が優秀。あと、バナホックだね。デバフ。単純にデバフも持てるし、まあ、多神人持ってもいいし、みたいな感じで、まあ、対応力が広いから、まあ、斧っていうのがすごいメリットになるかな。エレシキガルっていう武器であること、斧武器であるっていうことが、まあ、やっぱジョブ的な有利には今んとこ働いてるね。まあ、今後刀ジョブが増えて、なんか、立場が変わったりする可能性はあるんだけど、現環境をちょっとバイキングで持てるっていう部分も追い風になってるっていう感じだね。うん。で、まあ、エレシキガル。この武器ね、結構欲しいと思うんだけど、まあ、これが欲しい場合、今、ゴールドムーン100個ぐらいあったら、取れる可能性があると思ってる。俺は、正直。うん。いろいろ考えたんだけど、まあ、スターレジェンド10連ガチャ毎回回します。まあ、周年サプとか買います。で、周年の配布とかいろいろ想定して、まあ、2天井、プラス、アルファ、まあ、周年生放送とかの配布があるよね。1月の、1週間後、20、21、22にグラブルフェスがあるじゃないですか。そのグラブルフェスの生放送でも配布されるっていう、配布があるっていうのが言われてるんだよね。まあ、そこら辺の石配布とか、ゴールドムーンの配布とかを考えて、うん。で、まあ、あと天井分。天井1回で、ま、だいたい SSR 武器12個とか出れば、10個から12個、13個出れば美味しいかな。まあ、それが全部被りだったと仮定した場合、まあ、まあ、20個と見ましょう。2天井して、まあ、4月までよ。4月の古戦場までに、まあ、2天井するとしよう。まあ、可能性はあるぐらいの天井の数だよね。うん。となったら100だったら150ぐらいはいけそうな感じするけどね。取れるか、まあ、正直、まあ、微妙なラインだけど、まあ、現状、まあ、この武器が使われなくなる可能性っていうのは、優秀な闇キャラが最高度を付与するっていう効果を持ってきた場合になるのね。そう。最高度って被らないから、そう。最高度効果を付与した場合、自分が他のキャラで最高度を付与したら、最高度って意味なくなるんだよね。だから、最高度を付与しまくる優秀なキャラクターがやってきた場合において、ワンチャン抜けるかもしれん。もうほぼほぼないね。でも。うん。
だから、まあ、現状、まあ、ルオーが混んでるって話は一個前の動画でしたと思うんだけど、まあ、ルオーが混み込みになる可能性とか、まあ、ルオーを周回するとかもそうだし、アーカー社周回するとかもそうだけど、まあ、そのあたりでちょっと優位取れるから、まあ、取れるなら今取っちゃってもいいかなって感じで取ってる人が多いね。うん。俺は、損してる、ないと思ってる。現状、エレシキガル持ってるけど。エレシキガル使ってるけど、損してないなとは思ってるわ。はい。まあ、ということで、まあ、俺の中の感想と評価と注意点と、まあ、取るなら、みたいな。まあ、もろもろでございました。はい。参考になれば幸いでございます。それじゃあ、またお会いしましょう。じゃねーん。バイバイ。